今僕大阪の鶴橋にいるんですけど、あ、ちょうどアーバーライナー走ってった。アーバーライナーかな、これ穴子焼きって書いてアーバーライナーちょうど走ってった。まあそれはいいんですけどね、鶴橋に来たんですよ。で鶴橋といえばね、まあ、コリアンタウンじゃないですか。あの全国的にも有名でしょ、鶴橋はコリアンタウン。あと焼肉、向こうにね、あ、これもほら焼肉屋とかもいっぱいあるんですけどね、どっちかっていうとコリアンタウンっていうより焼肉屋が有名かな。まあ焼肉自体もね、コリアのね、韓国から来たものですけどね、うん、まあなんですけどね、なんかね、あの正式には、うん、大阪のコリ生野区のね、コリアンタウンっていうとね、鶴橋じゃないらしいんですよ、うん、でも、まあ、実質的にね、韓国系のお店もあっちの方にいっぱいあるしね、もう普通にコリアンタウンだと思うんですけど、まあなんかその正式にはね、もう一個違うところにコリアンタウンあるんですよ、生野区の。ここからね、歩いて15分ぐらいのところにあるんですよ。でそこにね、僕にめちゃくちゃ、僕あれ好きなんですよ、ビビン麺っていうのが好きなんですけどね、それのね、美味しいビビン麺が食べれる店があるんですね。でまあ多分ね、大阪以外の人はね、もうコリアンタウン、鶴橋以外のところでコリアンタウンってあんま知らないと思うのでね、今回はそれね、紹介してみると思います。鶴橋じゃないコリアンタウン、大阪のコリアンタウン気になりますよね。ちょっと紹介します。今回やってきたのは大阪の鶴橋です。鶴橋がある生野区は韓国朝鮮系の人が多いことで有名なんですけど、この辺りはその中でも韓国に関連したお店が多いです。なので生野区のコリアンタウンは鶴橋なのかなと思いがちなんですが、この商店街の案内マップとか見てもコリアンタウンっていう表記はないんですよ。まあ、もしかしたらもっと探せばあったのかもしれないですけどね。この辺りも実質的にはコリアンタウンですから。で正式なコリアンタウンはどこにあるかというと、鶴橋の駅から10分ちょっと歩いたところにあります。まあ、冒頭でね、まるで僕あのコリアンタウンが鶴橋じゃないところにあるっていうのね、なんか昔から知ってたかのように言ったんですけどね、まあ、実は僕あの5年ぐらい前に知ったんですよ、それそれまでずっと知りませんでした。あのコリアンタウンって言ったら鶴橋のね、駅の前周りのね、あの今撮影したところそのあたりからずっと思ってたんですよ。なんですけどね、まあ、僕ねあちこち行く仕事をちょっと前々したんですけどね、それでねこのあたり来た時にね、なんかコリアンタウン、コリアタウンって言うんですけどね、その今から行くとこね、あの正式名コリアタウンって言うんですけど、そのコリアタウンってとこ見つけて、え、何これ、え、鶴橋以外にあるのみたいね、あのその時初めて知ったんですよ、5年ぐらい前に。だからね、多分まあ僕が無知っていう可能性もあるんですけど、多分ね関西人でもね知らない人いるんじゃないかな、結構、うん、あの鶴橋イコールコリアタウンってね、コリアンタウンって思ってる人結構いると思いますよ、そう信じたいでね、前まではねこのね鶴橋のね駅からね、そのまあみゆき通りっていうねコリアンタウンがあるんですけど、そこまでの間もね、なんかあの韓国韓流スターのね、なんかグッズとか置いてる、あの売ってる店とかね、結構あのまあ最近ね、まあ、女子高生じゃない、まあ、高校生とか若い人にね、まあ、K-POP 人気じゃないですか、んね、だからそのまあ人気になるにつれてね、この辺りもねちょこちょこっとそういうお店を見かけたと思うんですけど、だから今日今見る限りねほぼ見かけない、もう閉めたのかな、どうなんだろう、道間違えてたさっきの違うとこだった。そう、あのね鶴橋ってね、なんか言い訳っぽくなるんですけどね、あの方向分かんなくならないですか、そんなことないですかね。あ、ちなみにね、ここね、この辺ね、この雰囲気なんかね、なんかこうあの戦後っぽくないですか、そんなことないかな、うーん、これ伝わるかな、なんかちょっとね戦後間もない日本っぽいんですけど、僕の中で昭和30年代とか40年代とか、なんかやけに広くないですか、歩道がないし、なんか、まあ、伝わんないかな、まあまあいいや。でね、まああの韓流の店がないって言ったんですけどね、ありました、これね、これ多分すごい韓流っぽいですね、中もね結構あのなんかこう派手というかいい感じですよ、皆さん行ってみてくださいね、まあ、あんま映さないですけど。でもここ以外ね、あ、タピオカ売ってる、見てみて、ほら美味しそう、美味しそうですね。まああのタピオカはね韓国発祥ではないですけどね、台湾発祥ですけどね。でもここを越えるとね、前もっとあったような気がするんだけどな、あるわ、あっちに、ほらほら、あれね、見えるかな、ライキーとかコスメティック、そう、韓国はなんかコスメをね買いに行く人いますよね、あの女の人でね、うんうんうん、あ、これもそうだ、あります、普通にありました、はい、あ、さっきドスコイが言ったことは全部忘れてください、普通にまだあります、こうやってね、あの K-POP のね
韓流ショップみたいなあります。あ、見て見てこれ、ほら、チカレズっぽいでしょ、ソウルメトロっぽいでしょ。これなんかネットで、ツイッターで見たことあるでしょ。これなんかあのソウルメトロのね、なんか駅ができたみたいな、駅じゃない、店ができたみたいな。これね、でデチョルはペゴパってやつ、これね面白いですよ。はい、ってことで歩くこと10分ちょっとかな、コリアタウン着きました。これね、これが本当のコリアンタウンです。まあ、コリアンタウンにね本当もそもないと思うんですけど、まあ鶴橋も全然あれも普通にコリアンタウンだと思うんですけど、まあ、その名前 もコリアンタウンっていうのが正式になってるのが、まあ、まあここみたいなんですよね。生野区のコリアンタウンって言ったらここみたいです。これね、みゆき商店街って名前で、で大阪行くのコリアタウンってね名前がついてるんですよ。ここねいいですよ、もういろんなもの食べれるしね。まああの K-POP、 いろんなもんって韓国のね、いろんなもの食べれるし、まあいろんなもの食べれるのは鶴橋も一緒なんですけど、まあまあまあこっちの方がこういうね、ほらコリアタウンらしいじゃないですか、この門じゃないけど、このあのあれがね、このデザインがね、なんか中華街にもこういうの立ってるでしょ、中華門か、まあ、これは韓国門、まあわかんないですけど立ってるじゃないですか。多分ね、鶴橋よりもね、こっちの方がね、あの K-POP スターのグッズとか、なんかそういうのはこっちの方がいっぱい売ってるんじゃないかな。あとね、ここに来るまでもね、結構店ありました。もうなんかないとか言ってたんですよ、さっきも。ほんと僕、バカですね。もう山ほどありました、やっぱりね。だからかわかんないですけど、ここ鶴橋の駅からね、ここに来るまでね、もう若い女の人いっぱいすれ違いましたよ。ほとんど女の人じゃないかな。っていうぐらいにすれ違いました。まあ、ってことはちょっとね、この中ね、あの紹介します、紹介というか、まあ、撮ります。ってことで中に入っていきます。この韓国っぽいのをくぐってすぐはまだ街並み自体にコリアした感じはないんですけど、左側に韓国関連のお店が並びます。さすが若い女の子がいっぱい集まるコリアンタウン、売ってるものもインスタ映えな感じです。美味しそうですね。ハンラブコスメですかね、ソフトクリーム、生いちご飴、一瞬おおって思ったんですけど、飴だったら食べるの時間かかりそうだなと思ってやめました。この辺りから街並み自体がコリアしてきます、ね、こっちの方が鶴橋よりもコリアンタウン感が強いでしょう。ややテーマパーク感があるというか、以前ベトナムの日本人街に行った時に提灯がいっぱいぶら下がってて、それだけでテンション上がりましたけど、それを思い出します。今歩いてるんですけどね、なんかね結構店がね閉まってるんですよね。あ、これとかね、これ今開いてるか、なんかね、あの定休日水曜日って書いてあるのに閉まったりとかね、そうするんですよね。もしかしたらあれかな、やっぱコロナの影響かな、ちょっと分かんないですけど、なんか結構ね人がね、あ、結構お店閉まってるんですよ。あー、こういうとこ、まあ、ちょっとコロナとかどうか分かんないです、ちょっと何ともいないですけど、まだその営業再開しないだけかもしれないしね。まあでもね、人いっぱいいますよ。でも、結構歩いてますよ。いいでしょこの感じね、あの看板ブワーってコリア韓国風のね、あの看板がブワーってあるの、いいでしょ。これ前までね、このね、コリアタウンって書いてあるでしょ、これみゆき通り、この下にね、おいそうさいそうって書いてあったんですけどね、それね、あのプサン弁でね、まあ、いらっしゃいませみたいな意味だったと思うんですけど、なんかね、ここね、プサン出身の人が多いのかな。それかその大阪とプサンってまあ似てるじゃないですか、そのね、国の中の位置づけというか第二の都市というのっていうのでね、で、あの気性が荒いのも似てるしっていうのでね、なんかおいそさあいそっていつも書いてあったんですけど、あった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 、あった、ごめん、ここごめんとか言って、おいそさあいそと書いてるじゃん、おいそぼいそね、あのきてえなみてえなみたいな、まあ、もしかしたらただ単に関西弁をちょっとプサン弁みたいなふうにしただけかもしれないですけどね。で、そう、あのね、プサンってね、あの言葉もね、日本の関西弁と似てるんですよ。僕ね、オーストラリアに住んでた時にね、一緒に住んでた人があのプサン出身だったんですよね、韓国人でね。で、その人がね、よく言ってたんですよ、あのソウルのね、男がソウルの言葉でね、話すとね、なんかもうオカマが喋ってるみたいだみたいなことでめっちゃ言ってました。その人なんかソウルは嫌いだったんですね。どこの町もね、どこの国もね、第二の都市の人ってね、第一の都市の人が嫌いなんですよ。まあ全員じゃないですよ、もちろんね。そういう地域感情みたいなのってね、結構あるんですよね。あのメルボルンとシドニーとかね、あと北京と上海も結構そういうのがあるみたいですね。まあ、僕はね、東京も大阪も好きですけど、
まあ空いてるとこはね普通にこうやって空いてるし、ゴーストタウンみたいにはなってないんですけど、閉まってるお店が結構多くてびっくりしました。まあこの辺は結構空いてますね。でね、僕いつもね、てかなんか白髪、ずっと白髪見えてますよね。まあまあいいや、これもあのファッションってことでね、まあ、いつも僕がねあのビビン麺食べる店があるんですけどね、なんか ないんですよこれだったかな、これ閉まってるんですけどね。一見ね、なんかこう韓国のキムチとかいろんなそのまあ韓国の商品ですよね、そういうのいろいろ売ってるお店でね、食べ物屋さんではないのかなっていう、飲食店じゃないのかなって感じなんですけど、奥まで行くとね、なんか食べれるところがあってね、そこであのビビン麺、サラダビビンがすごい美味しいところがあったんですよ。ちょっと名前ね覚えてないんですけどね、うん、でも見たらわかるんですよね。でもねそれがねないんですよね。ないか閉まってるか、ちょっとまあとりあえずないんですよ。なんかビビン麺食べれない。まあ他の店食べればいいですけどね。この辺だったらどこのね店お店行っても多分まああの本場の味だと思うのでね。あのビビン麺ってね、あの本場以外で食べるとね、なんかねこう日本人向けに結構辛いんですよビビン麺ってね。で僕辛いのは冷たくて辛いものって全然問題ないので、ね、食べれるんですけど、まあその日本人向けにしようと思ってね、あんまり辛くないなんか変なビビン麺みたいなのを出してくるお店は結構あるんですよね。なんですけどやっぱここはね、まあやっぱりその本場のね、まあ韓国のコリアンタウンだから、あの本場のやつが出てくるんですよ。僕の好みのビビン麺が出てくるんですよ。まあ、だからね、多分どこ行っても大丈夫だと思うんですけどね。まあ、ちょっとどっかに、ね、行ってみます。辛そうな麺の上に乗せられたトマトとキュウリとその他何らかの野菜。僕辛いの苦手なんですけど、冷たくて辛いものは舌がヒリヒリしないので大丈夫なんですよ。人間ってみんなそうじゃないんですかね。美味しそうです。いただきます、うんうん、これ本場のやつだと思う、うん、で日本人向けになってない、ちょうどいいんですよこれが。美味しい、うん、こう日本でビビン麺食べるとね、結構変なの出てくるんですよ。もう全然ビビン麺でも何でもないような出てきたりするんですよ、うん、でも僕がね前よく行ったところはね、サラダビビン麺って言ってね、結構いろいろ野菜がいっぱいあってね、あれ美味しかったんですよ。そっちの方がでも美味しいな、うん、これも全然美味しいです。はい、ってことで大阪生野区のコリアンタウンの紹介でした。でね、あの辛いもの食べたしね、なんかデザートでも食べようかなと思ったんですけど、もうね全部なんか閉まってます。向こうになんか空いてるとこあったんですけどね、まあもういいです。とりあえずねどっか何番かどっかで甘いクレープでも食べます。はい、ってことで、あの気が向いたらチャンネル登録してみてください。ドスコイでした。